私どもの施設は介護予防を特徴としておりまして、パワーリハビリ機器を用いましたリハビリ、あと理学療法士が常駐しておりますので、日々の集団体操をはじめ個別リハビリ、あとは生活の至るところで評価をしつつ、みんなで連携をしてお世話をさせていただいております。特徴的なものとしては体幹部を鍛えるもの、ここを鍛える機器は本当に珍しいんですね。それを取り入れていることでバランスよく中の方の筋肉まで鍛えることが可能だと思っております。集団体操ですけれども、昼食前の30分きっちり時間をかけまして、上肢から体幹部、下肢、そしてお口周りの食事前ですので、そういったところの機能の維持と回復を目指してやっております。やっぱりちょっと皆さんの前で体操されるのが嫌だとか気恥ずかしいという思いがおありなんですけれども、周りの人がやってると一緒にやってくださって参加できるようになってきたという方が大変増えております。お家にいらっしゃる頃よかはかなり移動距離が長いと思います。食堂の方までご移動されますので、リハビリの方もできているのかなと思います。やはり入居に至るまではご家族様いろんな思いをなさってますので、そこら辺も勘案しつつ、ご安心してお預けいただけるようなご生活を提供したいと思っております。